ンナ王者には興味はない、アンナ王者には強さを感じない。バーニングから離脱した秋山陣はこのシリーズバーニングの否定、バーニングへの攻撃を続けてきました。そして今宵はついにバーニングを消滅させるためにリングに上がります。かつて小橋と築いたバーニングが一つの目的を達成したとき、秋山はバーニングを去りました。以来秋山は小橋健太のプロレスを否定し、志賀健太郎の存在を否定してきました。誰よりも熱いメッセージを持つ男秋山純、今宵日本武道館のマットという最高の舞台でバーニングを完全に解散させる。自分の周りで誰が何と言おうとも、リングの外で誰が何を挑発しようとも、自分は自分のプロレスを見せる。リングの上で王道を受け継いだ小橋健太のプロレスを見せる。常に試合で己の技を見せてきた小橋が 5.26 新潟三冠戦初防衛終了後、控え室の前で秋山純の顔面に張り手を見舞いました。次はお前だ、それは小橋からの宣戦布告。小橋健太、志賀健太郎とともにリングに上がります。小橋リングイン。ゴング前から不穏な空気に包まれています日本武道館、2000スーパーパワーシリーズの最終戦です。ハワイのマグマ急上昇、マウナケアモスマンズ250ポンド、秋山純。小橋をただでは置かない、秋山純。ラガコーナー225ポンド、志賀健太郎。全ては君次第だ、志賀健太郎。270ポンド、小橋健太。秋山よ、次はお前だ、小橋健太。2000スーパーパワーシリーズ最終日本武道館、小橋健太、志賀健太郎組対秋山純、マウナケア、モスマン組であります。小橋と秋山、いよいよこの両雄が刃を交える時がやってまいりました。放送の解説は週刊ゴング編集人竹内光介さんです。竹内さん、はい、リング上に4人います。誰の何に期待しますか？まあ、当然小橋秋山の絡みなんですけどね、それプラスやっぱり志賀がですね、はい、バーニング存続のキーポイントを握っているだけですね、はい、どこまで頑張れるか、今日は志賀に注目してみたいですね。さあその志賀が小橋を制して先陣を切ろうという構え。青コーナーはすでに秋山です。秋山が出ています。志賀が行くのか、志賀が行くのか、ここは志賀出るべきですよね。託した志賀と秋山でゴングが鳴った。45分一本勝負、秋山が小橋にまずエルボー。ここは落ち着いています小橋。そういえば先ほど入場の時、この志賀健太郎がいち早くリングに上がって青コーナーの人で牽制しましたね。あの自分のシャツを投げ捨てましたよね。さあリングの中央に秋山純です。その周りを回って志賀健太郎押し込んでいきます。体を入れ替えた志賀健太郎、ブルーのタイツ秋山純、今日この試合で一発志賀健太郎がエルボーを放ったんですが、それをまるで挑発するかのように下がっていきました。滋賀健太郎とマウナケアモスマンです。リング青コーナーから見つめる秋山純、そのパートナーがこのマウナケアモスマンです。チャンピオンカーニバルからこの秋山のタッグパートナーに指名されました。フェイスロックの体勢、滋賀がほどいていきました。ショルダーでのぶち当たり、飛び越えていくモスマン、エルボー、秋山にドロップキック、リングの下に落とした、行くのか飛ぶのか、滋賀が飛んだ、エルボー、スイシーラートゥー秋山に放っていきました。そして志賀が果敢に秋山にドッキック、柵の外、そしてリングの中は、リングの中は小橋が連発した。志賀がまだ、今度はコーナーのトップからカバーに行きます。ファーストカバー志賀、いや志賀が秋山に向かってきましたね。いやいや吹っ切れてきましたね。さあこの位置からディリティ放り投げていきました。マウナケアモスマン距離を取っています。顔面へのハイキック、モスマン胸で受ける志賀健太郎、
バーニングの存続の危機。この試合秋山が出てまいりました。しかし清水は目測を誤ったか、ラリアット移動にしません。今度はこちらから正面から行きました。さあ何やら二人にしかわからない世界、ラリアットかわした、捉えてる、エクスプロイダー、シガニエクスプロイダー。あ、今モスマンがタッチを要求したんですが、いや武井さん、試合前からこの秋山が公開リンチだと言っていた恐ろしい予言がありましたが、やっぱり卑劣ですよね、攻め方が。そしてその挑発を買った小橋、さあ小橋と秋山、たもとを分かった余裕、今激突、まずチョップ、手下げるチョップで追い込んでいった、怒りが爆発する。小橋健太、あっと、これはまるで新潟のようだ、ローリング、手下げるチョップ、鬼になった小橋、秋山の首筋に。ああ、そして後ろからモスマンが引きますが、それを相手にしません。首をムンジと掴んで、今度はモスマンです、ローリング毛下げり。さあハーフネルソン、スープレックスで寝っ放し、おっとラリアット、ラリアットを抜いた、ラリアットを抜いたのは秋山、こうしているハーフネルソン。竹内さん、今までこの秋山の口での攻撃が続いていました。小橋の怒り爆発ですね。秋山の期待通り、願い通りで、本当に怖い小橋が戻ってきましたね。さあ鶴田さんのように強くなってほしい小橋に挑発する言葉を浴びせかけたこの秋山、ハーフネルソンだ、2発目リングの下に滋賀健太郎。さあ小橋と、お、小橋が握った、小橋が握りました。これまで続いてきた秋山の挑発、それを黙って耐えてきた小橋、足をすきました。今の攻撃で少し右の膝のあたりを痛めました。チャンピオンカーニバルの名古屋大会以来、この痛め続けているこの右膝、そこを狙っていきました。さあ武井さん、小橋としては窮地を脱したんですが、志賀も今リングの下なんですよね。ちょっと3人がそれぞれダメージを負ってますからね。現在リングの上に秋山、そしてリングの下でモスマンと小橋がやり合っています。志賀がまだ立てません、赤コーナー下。さあ秋山が迫ってきました、秋山が場外に迫ってきました。鉄柵のあたりボスマンが一発張り手、さあ二人での攻撃、場外だ、場外だ、あ、かつてはバーニングとして築いてきたこの小橋と、さあその小橋と田本を分かった、秋山が膝を痛めている、膝、その膝、二人がかりだ、二人がかりで鉄柵に据えつけた。そしてスピードをつけました、スピードに乗って重力も味方にしたスライディングキック、今度は秋山が距離を取っています、秋山が距離を取っている、非常な攻撃。本部席前で三冠チャンピオンである小橋が痛めつけられています。まだ容赦なく、本部席1回転、小橋、志賀はどうしたんですかね。志賀、今赤コーナー下、まだ立てません。小橋がこれだけ追い込まれています。この試合バーニングの存続の危機、それは志賀健太郎にかかっていると言っても過言ではありません。秋山が先に戻りました。荒れた5分が経過しました。 6.9 日本武道館、小橋組対秋山組。さあ秋山が小橋の足を持って青コーナー自陣に持ってまいりました。モスマンがにじり寄っています。やはりこの右膝ですね。あ、今度はセカンドロープから2落とした、痛めている箇所、徹底攻撃ですね。これはもうある程度作戦通りという感じですね。しかしまあこのシリーズ、その前のシリーズからこの秋山の挑発の意図というのはどこにあったんでしょう。まあ、当然やっぱりですね、三冠王者である小橋をですね、より大きくした形で自分が倒したい、やっぱり今の小橋よりもですね、さらに強くなり、たくましくなった小橋を倒したいという願望なんでしょうね。そしてあの 5.26 新潟大会、あ、スライディングキック、連携を見せました。その三冠防衛をした後のこの小橋が控え室前で秋山に張り手を食らわしたと、はい、そのあたり小橋の怒りも爆発、そしてこの秋山も怒り浸透、一触即発、今日のリングを迎えました。志賀がまだ立てません、赤コーナーの下です。その志賀を牽制しつつ、今ちらっと見ました、深追いはしません。徹底的に今日限りでこのバーニングを消し去ってやる、そういう
予言をしている秋山純。小橋とモスマンです。このモスマンも秋山の指令でしょうか。小橋の痛めている右下、さあようやく戻った、志願が戻った。この試合は君次第だ。エルボーの連発、ニュートラルコーナーに追い込んで逆サイド、バクルート2メートル体を浴びせた。ボディアタックを見せました。連発ターンの体勢、膝を落とします。体重ではモスマンが106キロ、志賀90キロ。ショーダーを越えていった、あーっと膝が待っていました。危ないぞ危ないぞ、捕まっているぞ。モスマンとこの秋山の連携、チャンピオンカーニバルから組んでいるんですが、コンビというのは少しずつ身についているようであります。青コーナー敵陣で志賀が捕まっています。小橋がリングの下です。今度は先ほどのお返し倍返し、3倍返しとばかりに志賀を鉄柵に打ちつけていきました。竹橋さん、はい、非常に苦しい状況でありますが、この試合の主役は志賀ですよね。そうですね、志賀が何かの答えを出さなければなりません。合体ファイルドライバー。ただね、これ秋山を相手にするにはあまりにも成功法すぎますよね。相手はあらゆる形で格段を狙ってきてるわけですからね、自分もやっぱりもっとトリッキーな動きをしなきゃダメですね。それがこの秋山自身が試合のメッセージとして伝えているインサイドワークも含まれるでしょうね。カバーします。カウントは2。小橋秋山が分裂しました。しかし竹内さん、こういった分裂というのは前日の歴史の中でずっと必然的に起こりうるものでしたね。打撃から見ててですね、いろんな形でやっぱりチームがやっぱり組んではこの解散していってですね、でお互いが伸びてきたわけですからね、もちろん三沢からもその例ですよね、はい、それが前日のためであり、もちろん秋山そして小橋のためでもありました。分裂の後必ず何かを生み出してきた全日本プロです。小橋と秋山は手元を分かちました。ダブルの攻撃、ロープに振っている。エルボー、モスマンが小橋に、志賀が捕まりました。志賀を秋山がカバーしています。全身の力で返しました志賀健太郎。何かの答えを出すか。 6.9 日本武道館、ロープに振る、ジャンピングに鶴田さん直伝、技は受け継がれた。正面から入りました、ものすごい刺激。返している志賀健太郎、鶴田さん直伝のジャンピングにを見せました。秋山のジャンピングにはね、なんかスポーツカーが思いっきりぶつかっていくような勢いがありますよね。今のも真正面からでしたもんね。やっぱジャンボのあのね、重いねジャンピングとはちょっと一味違いますよね。なるほど、秋山流の受け継ぎ方をしているわけですね。今日はこの日本武道館、赤コーナーの奥に鶴田さんの家が飾られています。通で返した。そして先ほど鶴田さんの10カウント運も行われました。鶴田さんが見守っている中でこの4人の戦い、外している、スクールボーイで丸めている、返したモアムタイモスマン、小橋が手を伸ばしている、鶴田さんが見守っている、志賀が捕まっています。答えを出してほしい。あっと張り手、これも志賀への期待の表れか。さあ燃えろ志賀健太のバーニングの一員として燃え上がれ。胸を貸します。秋山エルボー一発、そしてその志賀に対して小橋がものすごい形相で赤コーナーから見つめている。しかしカットには入りません。これは志賀への期待、そう捉えてよろしいでしょうか。そうですね、このままではね、本当にバーニングの火が消えてしまうんですよ。もともと踏みつけました。今喉のところにまともにセカンドロップからでしょうか、ジャンプをして踏みつけていきました。リングのほぼ中央でライブドライバー、すかさずカバーに行きます。モスマン、ロープに足がかかっていました。45分の一本勝負、小橋志賀組対秋山モスマン組、首投げ、足を使っていきます。4の字時を封じようというモスマンの攻撃です。この志賀健太郎25歳デビュー7年目、モスマンが24歳デビュー6年目。志賀としましてはあっという間に追い抜かれてしまった感じですよね。そうですね、パワーでは完全にモスマンの方が今上になってますからね、体格を見ましても現在モスマンはヘビー級、そして志賀健太郎90キロジュニアヘビーであります。
体格の差をこの志賀独特のいわゆるがむしゃらファイトでここまで乗り切ってきました。しかしそれプラスアルファが欲しい、それがこの小橋からもそして秋山からも熱望されていることであります。小橋が割って入ります。逆水平土曜メイティング日本武道館1万6300人超満員となりました。2カウントで返しています。青コーナーが素早くこのようにタッチしていきますが、赤コーナーは志賀が捕まっている。ニュートラルコーナー、あった、反動で跳ね飛ばされました、軽量志賀健太郎。しかし容赦しないのがこの秋山です。今度は逆サイド、あ、少し意識が遠のいているんでしょうか、まともに立つことができません。ざわついてきた日本武道館、どよめいております。高さのあるボディースラムから強引な片身固め、この志賀健太郎 3.11 後楽園ホールのワンナイトスペシャル秋山とのシングルで8分45秒、頭蓋骨締めに沈みました。あんな恥ずかしい戦いはできない、試合前今日そう語っていた志賀健太郎。1回転して、あっと2位を出しましたが不完全の体勢、距離を取っている。そばっと、さあ小橋だ、小橋にタッチ成立、試合の権利が動いた。その小橋の、小橋も右膝を出します。モスマンのキック攻撃、小橋の体は壊れない。エルボーです、スピードに乗った、巻き上げていきました。高さがあった、お顔面のキック、か抜くのか、フロントのスリーパーですか、フロントのスリーパー、ノーザンを狙っているモスマン、抜いた、フロントスリーパーツープレックス、これはフロントネックキャンセリードロップですね、非常に古典的な技ですよね。それを出してきました小橋健太。そして拷問のような逆エビ、さあ秋山が入ってますよ、秋山と視線が合っている、それをほどかない、勝負だ、秋山たまらずリングの下、試合を決めるか。今赤コーナーの志賀に視線を送って闘志を確かめている小橋、目は生きているか、闘志は燃えているか。志賀がトップからミサイル、秋山にもさあ首を捉えている、 DBT 高さがあった、カバーしたところに秋山、その秋山にスリーパーですよ、スリーパーで捉えている。さあ志賀チャンス、志賀チャンス、志賀にチャンス到来、クロスアームだ、クロスアーム式 DDT カバーする、秋山は援護に行けない、ツーカウント、嬉しき嬉しき、関節できた、関節が届きた、伸びるか伸びるか、小橋が秋山を抑えている、秋山が来た、一つ二つ工夫が見られます。そうですね、いいチャンスを作りましたね。そしてカットに入った秋山にジャンピングに2発目、伝統の技炸裂。さあ一転してピンチ、志賀健太郎。しかしこう見てますと秋山いつも以上に汗をかいているような感じがするんですが、相当汗出てますね、体力の限界、そして投手も燃えたぎっている。あっとギロチン、トップロープを使いました。秋山から何か指示をもらったモスマンが小橋を落としました。試合前この志賀健太郎が動けないように公開処刑だと語っていた。ドロップキックで今度は志賀健太郎がコーナーパット顔面を当てていきました。エッジプレーだ、カウントです。容赦なくこの秋山がエクスプロイダーを惜しみなく出していきますね。打ってますね。ただ志賀はですね、秋山を秋田先に向くらいですね、やっぱりそう耐えて耐えて耐えまくることですよね。小橋がラリアット、しかしそのテイクメイドドロップキック、エクスプロイダー立ち上がった。小橋と秋山低い体勢からエクスプロイダー連発、投げ捨てた、立ち上がる第20ぐらい三冠チャンピオン小橋健太、低空ドロップキックこだわります、動きを封じようというドロップキック、なおも3連発、3連発で
小橋が下です。さあ試合を決めるか。日本武道館、この最高の舞台で滋賀を沈めてやる、バーニングを完全に解散させてやる、そう語っていた秋山です。あっと危ないぞ危ないぞ危ないぞ、バッチでパイルドライバー、カバーする、よみがえれ、カウント3、滋賀が沈みました。その時小橋はリングの下、秋山モスマン組完勝。17分14秒、神崎さん、はい、この試合滋賀にとって何が収穫でしょうか。はっきり言って収穫はなかったですね。なしですか。あとはですね、バーニング、小橋、滋賀がそれぞれどういう結論を出すかですね。そして今秋山が金丸を呼んでいます。金丸を呼んでいます。バーニングの金丸を今呼んで、見事で何か支えきました。バーニングを解散させる、そしてこの金丸を引き抜いてやる。やっぱりね、こういう光景見ればね、相当勝った金丸も動揺すると思いますよね。さあ秋山が20秒つける、20秒つける、あ、バーニングの T シャツを脱がせた。金丸、秋山の元に移籍。滋賀が沈みました。それを見た一別した金丸が小橋の元を去っていきます。勝利を挙げた秋山モスマンはもうリングにいません。マットに沈められた滋賀を気遣うことなく金丸が距離を取っています。今セコンドに入っているのは力夫と小林健太。金丸の行動が気になりますが、今ニュートラルコーナーです。手を貸すことはしません。小橋、滋賀組敗れました。17分と14秒、最後は秋山が滋賀をブルーのマットに沈めました。沈められた滋賀健太郎、そして必要な足へのドロップキック、助けに行くことができなかった小橋健太。小橋、滋賀組敗れました。放送は東京日本武道館より全国の全日本プロレスファンの皆様にお送りしています。